青い空の彼方には見えない。はい、皆さんこんにちは、 BJ のウクレレ講座です。今回はですね、コードについてのお話をさせていただきたいと思います。コードと言われるものは何かと言いますと、和音なんですね。日本語で言うと、和音っていうのはドミソとかって聞いたことないですか。ファラドとか、はい、このハーモニーがついて気持ちよく響くものですね。これが C のコードですね。 F G7 C とこういう風になっておりまして、基本的には3つの音でコードは構成されます。ルート3度5度というドミソですね。ドレミが3番目ですよね。でファソドミソでルート3度5度、ルートっていうのが1度目の音なんですけど、それでコードは構成されてます。にセブンスが入る場合、これ7番目の音が入るんですけど、4和音と言われて、7番目の音を加える。 C7 だったら、7番目の音はドレミファソラシ、7番目ですね。で、メジャーセブンスはこの音なんですけども、セブンスの場合はもう半音下の音を加えます。これ G です。G7。これ C です。C7。ちょっと不安な響き。次のコードへの進行、次のコードへ早く行ってって思わせる、不安定にさせるのがセブンスというような、そういう4和音になるわけなんですけども、このコードで曲は構成されてます。ウクレレで弾き語りする場合、歌詞の上にこうコードが振ってありますよね。そのコードを押さえて弾く。でコードっていうのはいろんなコードがありまして、 Cm、Cm7、Cm7 とか C オーギュメント、C ディミニッシュとか、いろいろそういう後ろに C の後になんかいろいろ細々って書いてあるのによって、そのコードの押さえ方が変わってきますので、コードダイアグラムというのがあるんですけども、そのコード表ですね。はい。それを見ながら覚えていただくと。全部覚える必要はありません。弾く、使う、好きな、歌いたい曲にあるコードから覚えていっていただくといいと思います。一個ずつですね、順番に覚えていこうと思ったら大変じゃないですか。でも自分の好きな曲で使うコードだけ、そのコードだけをまず覚えていって、その曲が10曲ぐらい増えると、いろんなコードが覚えられるというような感じで、覚えていって、曲の中で必要なものから覚えていく感じにしてください。はい、コードダイアグラムは最近のウクレレではもともとついてるものあります。このオースティンとかエルビスのウクレレにはおまけで最初からこの押さえ方ですね、ついてます。はい、そういうのもご利用になっていただくと便利かと思います。はい、 BJ のウクレレ講座、コードについてのお話でした。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。雨が降って水の音、気持ちが癒される。土に染みて消えてゆく、表に残らない。大事